戦わなくて済むって安心。準備はできているか？ああ止めてくれ。分かった。よし、歩いていくか。悪かったって。おあれに近づくわけ？起こすんじゃねえぞ。準備はできているか？あ、行こうか。
よし、着いた。やっと人のいる場所に来られたな。ガーディナにようこそ。うまそうなもんがいっぱいあるな。軽くご飯食べよ。おお、俺、新聞記者兼アクセサリー屋で、これでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ結構希少品で、ごめん。王子を脅してでも俺は欲しかった。難癖つけたお詫びに情報、君らがもらった金か、あれカンナギ就任金。あの男他にもばらまいててさ。でこれ宣伝。はい、俺の作品ごひいきにどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど、宿代にでも使っちまえってな雰囲気だったけどな。さあさあ、乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で、問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。どう言って船を動かしてんだが、職業柄ってことなんだろうが。でもアクセサリー屋でもあるんだよね。今日は船が出てないんですって。向こうの港で止められ。出るんだともう一泊するしかないな。出発準備できたって？マジ早いな。船が来んの明日だよ。ちょっとホテルに泊まってて。まだ日高いぜ。まあいいんじゃね。
あ、おはよう。イグニスは？すぐ戻ってくるだろう。なんだよ。どの新聞も同じだ。何が？オートが陥落した。はあ？何言ってんだよ。落ち着いて聞いてくれ、ノクト。落ち着いてんだろ、俺は。インソムニアが、ニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。帝国軍はオート城周辺を爆撃。国王陛下が、死亡。おい、待てよ。知らされていなかった。何がだよ、一体。調印式は昨日だった。そしてオートは…バカ言うな。俺たちはオルツシエに向かってたさ。だが襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。冗談だといいのに。他に情報は？自分たちで見てくるしかねってことが。なら、インソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろ。どうだ？ああ。みんな無事かな？無事なわけねえし。まだわからない。はあ？町も城も襲撃されてんだぞ。落ち着け。親父も騙されやがって。おい、帝国に裏切られたんだね。真実はまだわからない。だから戻るんだ。ふざけやがって。何が停戦だ。帝国機動戦艦、兵士たち、魔導兵を運ぶ船だ。人造兵か。ああ、大量生産されている人型の兵器だ。本当に停戦協定はなくなっちゃったんだ。あれ見て。オート周辺は封鎖されているのか。先には進めねえな。迂回しようぜ。少し行けばオートが見える場所に出るだろう。帝国軍はこのくらいなら片付けちまうか。ああ、蹴散らしてやる。もう停戦もなんもねえからな。行くぞ。せい。はっ。よ。
だから、どうなってんの。丘へ上がろう。ボートが見えるはずだ。さっき魔導兵か。中身は人間じゃない。容赦なく攻撃してくるぞ。協定については今回の事件を受け当面の凍結が発表されました。また崩御されたレギス国王陛下に続きノクティス王子、そしてテネブラへのフルーレ家カンナギ、ルナフレーナ様のご逝去が新たに確認され消すな。ごめんいらねえよ。外だよ。そっちに戻れない。ああってなんだよ。なんなんだよこれ。俺たちはどうしたらいいんだよ。親父は、ルーナは、王子が死んだってどういうことだ。説明しろ。俺はここを出てハンマーヘッドへ向かう。はあ？陛下は亡くなられた。何が起きたかは必ず教える。まずそこを動け。また会おう。将軍か。なんとハンマーヘッドに行くって。陛下は